どうも、ナオチンです。さあ、オーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、先日アップデートがありまして、いろんなことが追加されました。今日はですね、新しく追加されたレイドボス倒しに行ってみようと思います。どこにいるんでしょうか？まず探しましょう。あ、いましたね。多分ここは、新しいボスだと思います。あ、新しいボス、あ、ちょっと待って待って。ブラッディ装備封印とか書かれてるんですけど、まあまあまあブラッディ装備してないからいいけどね。ちょっと待って、それ使うの？オッケー、ちょっと待って、もうバリアでもうゴリ押し、おお、いけたいけた、あ、全然いける全然いける。いや、でもブラッディを封印されてもまあまあ、うん、大丈夫だな大丈夫だな。オッケー、次行こう。結構やばいかも。あ、なんだ、ガブリエル・ジュエル、なんか怪しい装備を落としましたね。あ、なるほど、ガブリエル・ジュエルはガブリエルがアサルトに加入して使えるようになるっていうやつね。あ、装備品じゃなかったんだ。ここは違う？あ、あった、いた。ちょっと待って、待て。アイテム使えねえぞ。あ、でも、全然余裕だわ。もともとアイテム使わんしね。で、あ、やっぱりこのジュエル系が出るんだな。で、アスラヘルム。あ、お、新しい装備が出た。まあ、装備なんかは最後にちょっと確認しますね。またまた発見。どうだ？HP、 ああ敵の HP が回復、いや全く問題ない、全く問題ないです。これ俺一番最初が最強のやつに当たったな、もしや。で、ここでもジュエルとオリジンキャップ、おお、このオリジンキャップなんか強そう。はい、もう一体発見。ここ、え、誰、あ、あ、ちょっと待って、ああでも、あ、そっか、呪文が使えないってだけね。テレポート鬱陶しいけども、まあ問題ないっすね。問題ない。で、ここはなんだ、ファントムブーツ発見しました。ここはなんだ、属性耐性無効。おお、ちょっと待って、めちゃめちゃダメージ食らったぞ。いや、でも、うんうん、ボス自体の HP が低いからなんてことはない。おお、西王の指輪、やばそう。それではここで一度装備を確認しときましょうか。まず西王の指輪がアタック2倍。石化無効、いいねいいね。ああ、で、半減吸収が、結構ついてる。すげえ、これ強い。で、このアッシュクリスタルっていうのが毎回出てて、これが、武器の隠された力を解放できる。だね。ああ、YouTube で見た感じでは、なんか武器と合体させて、なんか能力をつけてた感じだよね。で、もって、ファントムブーツ。受け流しの、おお、発生確率上昇。あ、でも防御力はゼロなんだ。あ、でも無効はついてるね。ほ、なんかちょっと尖った装備ですね。でもって、オリジンキャップが、MP 消費マイナス50。まあ別にどうでもいいないか。で、即死無効。ディフェンス40。あー、まあまあまあ、それなりって感じ。で、アスラヘルムが、背後からの攻撃もガード可能。あー、なるほど。ディフェンス180。まあ、なかなかではないですかね。で、そして、もう一個なんか出とったでしょ？あ、出てないか。出てないか。うん。オッケーオッケー。まあまあ、とりあえず、残り5体かな。探してみきましょう。次に行きましょう。ここは誰が出る？
え、これは属性耐性無効。ああ、さっきと一緒。やばいか、やばいか。おお、いっす。あ、危ない危ない。あ、危ない、食らう食らう。あ、でもここはブランディとか装備していいんだもんね。ああ、そうだわな。おっと、鎧が出ましたね。それでは次、必殺。あ、あ、え、ちょっと待って。あ、いや、でも問題ない問題ない。ボス自体が弱いから問題ない。必殺技封印はちょっとびっくりしたな。え、断りのペンダント。お、お、お、なんだ、怪しいぞ。残り3体ですね、残り3体。はいはいはい。あ、移動速度ダウン。お、めっちゃくちゃ遅い。いや、でもボスが弱い。いや、難易度、あの、一番上よ。難易度、あ、違う。あの、新しく出た難易度じゃなくって、もともとの一番高い難易度ですね。ガイアシールド。え、な、え、ジョフィエル、ジュエル。なんだそれ。わけわかるのが出た。残り2体。攻撃力が、あ、敵の攻撃力がアップしてるってことね。でも防御力は、そうでもないんだな。で、さっきのジュエルは、あ、あれだ。呼び出すやつだ。ギャラクシア。名前かっこいい。ギャラクシア欲しいな。いいな。それではここがラストです。なんだ、 HMP の、あ、あ、徐々に減っていくやつだけども問題なし。やっぱり一番難易度上げないと微妙なんだな。おお、またアクセサリーいいんじゃないですか。見てみましょう。それでは装備確認してみますね。まず伝承の腕輪。おー、なるほど。炎症時間マイナス 50% で、半減吸収もついてる。え、術師系がこれで強く、いや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 、違うな違うな、多分わからん。まあ、装備してみないとわかんないですね。でもって、ギャラクシアステータス以上 100%の確率で防ぐ。うわ、すごっ、何これ。半減半減半減90、すっごい装備。いや、ギャラクシアこれやばいな。で、ミラージュローブが石化無効ね。ああ、はいはい。あ、で、無効もついてる。お、悪くない。わ、いいよいいよいいよ。で、ガイアシールド25% の確率で受けたダメージを反射、ああ、全反射するのか。25% でね。もういいんじゃないですか。で、もうちょっと私、あ、あ、あ、これだ。断りのペンダント。あ、ここでも炎症時間マイナス 30% なる。ここでも30なるか。で、インテリジェンスも30上がる。あー、なるほど。ここでは、装備が1人増えるか。いや、どうなんだろうね。どうなんでしょうね。で、これ。受けるダメージが 30% マイナスの即死無効。おお、いいね。いや、強えな。今回出てる防具って強いですね。これもギャラクシアも。すげえ強い。あー、なるほど。で、武器なんかは、あれだよね。このアッシュクリスタルで作れっていうことなんで。あー、なるほど。まあ、どうやって作るかがちょっとまだわかりませんけども、まあ、次、このアイテムを使って装備を作ってみようと思います。どこで作るんだ？あ、まあまあ、多分ここだろうけどね。はい。ということで、今日は新レイドを倒してみました。ボス自体はそんな強くないです。うん。ただし、禁止事項がいくつか出てきますので、まあ、それによっては、難しいボスもいるんではないでしょうか。難易度をね、難易度を上げれば、難しいんだ。うん。今ギャラクシーなんですけども、あ、違う、ギャラクシーは低い方だったか。普通だ、ギャラクシー。ユニバースじゃなかった。ここ、これこれこれ。
カオス。これだと、相当難しかったんでしょうね。うん。まあまあ、これでも今度、挑戦してみようと思います。はい。じゃあ次、装備を、変えていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。